疲れ様です。うわいえあーちょっとマスクだけどメイクしてるけどちょっともう乱れてるからもうマスク家着いた頭で今日が終わる。かぶっとこうめちゃん子だから家着いたすごくないこの帰宅マジ帰宅したばっかちなみに玄関に荷物全部置いて走ってきたからもう後で取りに行かんといけん。お疲れ様です。数分ですけど今日の空気を共に味わいたくて光 FNS 小屋さんありがとうございましたっていうゆっくり喋ってる暇はないんですよね。暇はないんですけどFNS 小屋さんありがとうございました。すごい最初の紹介 VTR から STU はそのありがたいことに歌番組さんにね出演させていただける機会が今年多かったんですけど、あのトークを含めたパフォーマンスヒーローっていうのはなかなかなかったのではい、トークをしてからのパフォーマンスヒーローっていうのがすごい嬉しかったし、あの生演奏音楽団さんの生演奏にで花はだらのものを披露ができたのも嬉しかったし、あの最後披露した後の後ろのスクリーンが花はみんなのものっていう未知の字になっててすごい FNS さんの愛を感じましたし、時間そう本当に嬉しかったですぜひあのハッシュタグ ST48 FNS 見るのも書いてしまった ST48 初めての FNS 歌謡祭とハッシュタグ石田みなみをつけてね、まだ感想をつぶやいてない方は感想もお待ちしてます、まあ、私のファンの方がもう感想を結構それでツイートしてくれてたっていうのもあるんですけど、お手紙って感想待ってますって言って次新幹線でずっとスワイプしてたんですけど全然来なくてでもね、あの私が言う前にツイートしてくれてたやつももう結構あったわ、それはしっかり見ましたなので感想を待ってます結構あの抜けで映ったりとかトークは私めちゃくちゃあの右のカメラからも右のカメラで撮られた時もギリギリ映って、左でカメラで撮られた時もギリギリ映ってトークの場所がそうあかりにどこのカメラでも映るやんって言われてそうゆっくり喋りたいんですけど時計が、ね、見えないのこの1回経たないとということで感想お待ちしておりまするね。本当にねこうやって歌う番組さんに出演できてるのホットファンの方がだって、今日にリリックビデオが500万回再生いったのって偶然じゃないじゃないですか。あんな人がなんか FNS まで盛り上げようって言ってたのも知ってるし、そう YouTube のコメントとかを見てもなんか FNS まで500万回再生いきたいねっていうコメントがあったりだとか、すごい一緒に盛り上げてくださるのも嬉しかったし、あ1分切った。500万回再生突破とともに大人公式が全員の紹介ビデオYouTube を公開してくれたのもすごい嬉しかったし、本当にいい一日でした。あゆっくり喋りたいんですけど私に残された時間はあと30秒です。寒さにありがとうございました。はあ、玄関に置いて走ってきたので玄関に置いた荷物を後で拾いに行ってきますありがとうございました。今日もおつみーちゃんでした。明日も頑張るみーちゃんです。おやすみちゃですバイバイ。じゃあね、おやすみちゃん、バイバイ。